仙台トラストシティ仙台トラストシティは森トラストによる仙台市都心部の東北学院中学校高等学校跡地再開発の名称180メートルの超高層ビル仙台トラストタワー及び約100メートルの超高層マンションザ・レジデンス一番長が主要な建造物となる2005年4月に東北学院中学校高等学校が東2番長通りから 宮城の区小鶴に移転した。この跡地を同年11月に森トラストが取得した。仙台市の環境アセスメント条例などの適合を受ける間は平面駐車場として利用され、その後着工された。仙台トラスト式の総投資額は約550億円に上る。2008年6月24日までは建設地の住所である宮城県仙台市青葉区一番町にちなみ、 仙台一番町プロジェクトとの歌唱であったが、同日をもって現在の名称となった。2010年8月1日に仙台トラストタワーがグランドオープン。同日オープンしたウェスティンホテル仙台は、同年9月15日から26日までの12日間、第22回 APEC における第3回高級実務者会合の会場となった。2008年1月に着工。 2009年7月15日に上等。2010年4月30日に竣工、地上37階、地下2階建て。延べ床面積は125,299.60平方メートル。高さは約180メートル。東北地方で最も高いビルである。建設費500億円。37階建ての高層棟とその周囲の低層部よりなり。 車寄せがある東2番町通りから見て、左側にはエスティンホテル仙台の入り口、中央にオフィス区域の入り口、右側にトラストシティプラザの入り口がある。オフィス最上階には第一三協が入居している。トラストシティプラザは仙台トラストタワーの低層部の1階から3階、および高層棟の3階から5階にあるショッピング、レストラン、診療所。 健康検診クリニックなどの商業施設である。開業日には日本初出店となったニューヨークのチョコレート店、ジャックトレスや東北地方初出店となったサブウェイなどが地元マスメディアで紹介された。また、東日本大震災での被災に伴い、東京スター銀行仙台支店ファイナンシャルラウンジが5階に9店舗から移転してきている。 仙台トラストタワーの南側の林地に建設された集合住宅である地上29階、地下1階建て、倉庫数244個、高さ99.9メートルの超高層マンションで2008年6月25日に着工され2010年6月15日に竣工した。上から見ると南面に向かう V 字型の形をしているのが特徴的である。仙台県では ミニバブル期にマンションが大量に供給されたためリーマンショック後には供給過剰の状態となり東北地方太平洋沖地震発生前の東マンションの制約率は約7割に止まっていた。しかし東マンションは免震構造で地震の影響が少なく、また中心部は震災翌日に停電が復旧してオール電化の強みが出せたことなどから 被災住宅からの住み替えによって入居が進み、6月末までに約9割まで埋まり、翌年度中に完売した。仙台トラスト式と SS30 等施設は、北目町通り、東二番町通りの交差点の四つ角の一角を閉める。他の三つの角は以下の施設が閉める。ありがとうございます。